どうも。何者だ。名乗る必要ある？だって君もう死んでるじゃない。このどうしてこんなにも腹を立てているのかわかる？ねえ。ご命令を約束の期日までに果たすことができなかったがゆえ。違う。パパはあんな目に。ふざけやがって。あいつは一体。僕は心の広い神様だ。でもどうしても我慢できないものが一つだけあってさ。しかるべき敬意を払えない連中の無神経さだよ。僕は宇宙で一番使い心地のいい枕を持ってくるようにと命じた。君はどこかの星からそれを奪ってきた。何人殺したのか知らないけどね。君が宇宙一の枕を自分用にして二番目を僕に渡したこと知らないとでも思った、うん、調子に乗るな、暇つぶしの相手ぐらいには育つかもって思ってる。